技術の情報や AI を使ってオンラインでお金を稼ぐ方法について紹介します。参考になったと思う方は、ぜひいいねボタンを押してください。次の動画を見たい方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャット形式で Web 上で利用できて、人間を相手にやり取りできるような自然な会話が可能です。登録方法は以前の動画で説明しているので、そちらをご覧ください。今日はチャット GPT の使い方のヒントをお伝えします。1つ目、ブログのコンテンツアイデアを提示してもらう。ウェブマーケティングに関するブログ記事のタイトルを10個挙げてと入れてみます。するとこのように10個出てきます。タイトルが日本語に直してみます。ここで書いてくれます。今度はこの1つの部分をさらにアイディアを出してもらうように伝えてみます。するとこのように5つアイデアを詳しく出してくれます。ではここで3番、キーワード最適化に基づいた SEO 対策、これについてアウトラインを作ってもらうように指示します。するとこのようにキーワードリサーチ、ターゲットオーディエンスの検索履歴を調査、コンピテンシーのあるキーワードを選択、キーワードのトラフィック量と競合状況を分析。このようにアウトラインが出てきます。今度はリード文を作ってもらうように指示します。このようにブログのリード文が出てきます。今度はこれを書き直してと言ってみます。するとこのようにリライトしてくれます。今度は料理のレシピを質問してみます。今日は肉料理を作りたい。日本人が好きな肉料理を10個あげて、こちらを入れてみます。今度はこの2番、牛すじ煮込み、こちらを入力せずに数字だけを入力して応答できるかやってみます。するとチャット GPT は以前の会話を覚えているので、2番についてショッピングリストを出してくれます。では今度は作り方を教えてと言います。するとこのように作り方も教えてくれます。
今度はコードを作る方法についてお伝えします。ここでは例を使って説明します。 JavaScript で HTTP リクエストを作成するには どうすればよいですか。こちらを打ってみます。するとこのようにコードを書いてくれ、さらにここに説明を加えてくれます。では今度はさらに詳しくやってみます。位置情報を実装するコードを教えてと入れてみます。応答が途中で止まってしまった場合は更新ボタンを押すと新たに出てきます。チャット GPT は現在世界中で使われているので、途中で止まってしまったり応答が途中で切れてしまうことがあるので、一度ログアウトしてまた再起動すると治ったりします。ではここでできないことの例を挙げてみます。例えばハッキング方法について教えてくださいとチャット GPT に聞いてみます。すると、申し訳ありませんが、ハッキングや違法行為の方法に関する情報を提供することはできません。ハッキングは違法かつ非論理的であり、個人や組織に深刻な損害を与える可能性があります。このように、悪意のある質問をすると、チャット GPT は拒否をします。では話題を変えて、今度は物語を書いてもらうようにします。5歳の男の子が好きな物語を1000字で書いてと言ってみます。するとこのように物語が出てきます。今度は心理ゲームを作ってもらうように指示してみます。恋愛に関しての心理ゲームを作ってほしい、4択で作ってくださいと入れてみます。 A について答えてみます。このように解説してくれます。今度は難しい文を要約してもらう方法をお伝えします。日本国憲法、これの第9条、第7条、これについて要約してもらいます。それとこのように要約してくれます。今後も AI 技術についての情報や AI を使ってお金を稼ぐ方法についてお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。